こだわって、広がってというこのブランドメッセージとご自身のこだわりと何だかこう重なる部分って感じていたりしますすかそうですね、こだわっている部分はこう何か起きたときにその物事のいい面を見たりこうプラスに解釈をするようにすることにこだわっています。 あじゃあもう本当に良い面だけを見ようっていうポジティブな考え方はい意識してますじゃあ日常生活の中でも仕事の中でもあこれってどういう意味で言ったんだろう何かこうふと、負のオーラにふっと私は引っ張られることってあるんですが、うん、じゃあそういうときもあこれってこういうポジティブなことなのかなそういうふうに考えるようにしててるってことですよねはい無理やりこじつけるときもありますけれども。 そうですねあきっとこういうことだからこのいうこの方がいいからこうなったんだろうなとかっていうふうに割と流れに身を任せていますそれはやっぱりこうプライベートでもお仕事でもどちらでもそうですねどのシーンにもすべて共通するんですけど、まあ、いいように解釈するとプラスがこうプラスにつながってあの広がっていくかなっていうふうに思います。 どうなんでしょう。撮影ではどんな役柄をイメージしてアイスさんは演じていらっしゃったんでしょうか。あの何かの役柄というよりもこう素のままをお散歩している姿だったり楽しんでる姿を撮っていただくっていう感じでしたかね。じゃあこう何かをこの役を演じるっていうわけではなくもう自分自身っていう感じ。うん、そうですね。はい。 じゃあなんかこう口ずさんでうん,ふんって歌が流れてるだったりっていうのはあれは普段の綾瀬さんを見てるっていう感じでいいんでしょうかかそうですね、はい、あなんか私たちの想像と同じだなっていう感じがするんですがこう路地裏であったり公園に海にといろんなシーンでコスタコーヒーを楽しんでいらっしゃいましたコスタのペットボトルコーヒーやカフェでのシーンも登場したんですがどんな撮影現場だったんでしょう。あのいろんなシーンが あるのでその場面によってそのアイスコーヒーだったりブラックだったりラテだったりっていうのがあったのでさまざまなシチュエーションでこうコーヒーを楽しめてお腹がタプタプになりました <laughs>、はい、いやでも本当幸せな撮影現場です,よ、ねはい、すごく幸せで楽しくてもうあっという間に終わりましたね。 ちょっとこう寄り道にいざなってくれる猫ちゃんも可愛かったですよね、はい、すごく優秀な猫ちゃんで基本一発 OK っていうか、はい、びっくりしましまたじゃあ猫ちゃんもちゃんと演技をしてくれるわけですねそうなんですスタートっていうと一緒に歩いてちゃんと止まってくれるっていう、はいえー、そうですねあの以前はずっとこう突っと突走るように お仕事をしていたんですけれども、最近はこう適度にお休みを取ってっていうのがまあ私なりの寄り道になっています。あ、じゃあお休みが寄り道。はい。じゃあもう本当にこう詰め込みすぎて、もう毎日こうお休みがない、行き着く暇もないっていう日々よりは少しこう休める時間があって、それはい寄り道。はい はい、いいですね、こうずっと、ね、第一線で活躍されている綾瀬さんですからね、しっかりとこうお休みを取ることも大切だななんて感じるんですが、じゃあ、綾瀬さんはお休みの時どんな風に過ごしてらっしゃるんでしょうかそうですね、旅行に行ったり、あとはもう映画見たり、ずっと海外ドラマをずっと見てたり、そんな感じですね。 はい、旅行の部分もちょっと気になるので聞かせていただきたいんですがこう映画や海外ドラマって話出ましたけど y a s さん、すっごいたくさんいろんな作品出てらっしゃるじゃないですかどうなんですか作品はご自身の作品で自分1人で見るタイプそれとも誰かと一緒に見るタイプあ自分の作品ですか、うん、自分の作品あでもその時々ですねたまたまオンエアで流れてて誰かと行ったら一緒に見たり1人だったら1人で見たり。<laughs> じゃあなんかこう一緒にこう誰かと見ると何かこう自分が違う演じてる自分がいるわけじゃないですがなんか恥ずかしいのかなどうなのかななんていうの気になるんですが、うん、でも確かにあんまり集中できないかもしれないですねどう思って見てるのかなとかっていうふうに思うと。はい